ぶち殺すぞ。おじゃけましゃ、初めから大久保に弱み見せたらいけん言うとったでしょ。なんなら誘惑者どう闇屋でのし上がった成木の盆や愛想はないの。何ことで会おうちゃい。おやさ、言うといたのかの、わしの目の黒い雪は絶対やらしませんで。調子に乗りやがって。ええ加減にせえよ。銭になりもせんことしやがって。おじさん、そんな気づかせんのもええですけ。いやいや、カバンから持っとけ。これはな、今の足にできる精一杯のことじゃ。土井は死んだと。これから山盛り組の天下じゃ。堺のてっちゃん帰ってきたし、わしの役目はもう終わった。こんなには悪いが、わしは山盛り組を離れて旅へ出るわ。兄貴、山盛りを助けたのはあんたじゃけん、堺が帰った言うて関係ないじゃない。今まで通り追ってやって使いや。有田、何の話かやの。石田藩にはの、我らのとこに出入りしとった場合にちゃい。じゃあどうやらせんと。じゃあ、ボロ売るならもちとばしらいを出せや。やべえ。